森の中を歩いていた赤ずきんは狼に出会いました。一つ聞く、お前に願いはあるか。俺は少女の願いを叶えることにした。少女の姿は俺が待ち望んだものだった。俺は少女に青い雷をまとった仙鎚を渡した。なあ、遊ぶがいい。心の赴くままに、衝動に従って土を振るうといい。最高の怒りを俺に向けるがいい。この世界にはまだ僕がいる。